はい、どうも翔平 TV です。前回出しましたが、こちらの試合亮平が今シーズン初登板ということでやっていきます。では5回からいきます。この回は亮平がマウンドで上がっております。まあ、谷田君の代わりにね、上がってるんですけど、はい、まずは1人目、はい、外にいきなりですね、外れましてフォアボール。そして次のバッター、はい、まずはストレートまっすぐ。両辺のね、ちょっとフォームがね、左に流れちゃう、そういう癖がね、今日ついております。ちょっとね、バランスがすごい悪いですね。はい、ストレートを打たれまして、エンタイトルツーベースとなりまして、ノーアウトランナー2、3塁と。はい、こちらですね、体が開きまくってます。はい、投げ急がないことがすごい大事ですね。はい、これはね、アップからね、しっかりやっていかないとダメですね。はい、こちらスロースライダーというので、はい、三振。はい、お次バッター、はい、こちら体が開いちゃってね、抜けちゃいますね。はい、こちら内野ゴロ、ホーム刺す。はい、これはギリギリですけどセーフとなりまして、1点を叩いてしまいました。はい、まあ、変化球いいんですけどね。はい、こちら変化球で三振。はい、まあ、失点は本当にね、四死球から多いんですよね。はい、そしてラガーズの攻撃です。9番オリベさん、ショートフライとなりまして、まずワンアウト。そして10番の桑原くん、はい、サードゴロ、こちら佐藤さんがさばきまして、アウトーとなります。はい、そして1番の柴田さん、はい、こちらショートゴロ、ショートやった。はい、これはもうショート失策で、はい、出塁ですね。で、2番の松井くんがアイト、変態バッティングで、はい、3安打猛打賞です。こちら攻めましたが、これはギリギリキャッチャーがナイスすぎて、これはアウトですね。はい、まあ、攻めること大事ですね。はい、6回、さあ両平もまたマウンドに立ちます。さあ修正できるか。はい、またスライダーがね、抜けますね。これはもう調整がなってませんね、両平さん。はい、まっすぐは入ります。変化球がね、たまに抜けますね。はい、こちらスライダー、ちょっと甘いですね、高いですね。はい、次、はい、こちら、こちらね、インコース高めにね、スライダーがね、抜けましたね。打たれまして、はい、三塁線ヒット。そしてお次のバッター、はい、こちらバッターがこうバントの構えをした後、インコースに投げたら避けられません。これはダメですね。さあ、お次、両平しっかり立て直せるか。はい、こちら高めのね、スライダーですね。高いです、高いです。さあ、お次の球ですね。はい、打ちました、サードゴロ。サード高橋さん、ファーストを投げて、ファーストの翔平はサード投げる、しかしイレギュラーでね、取れずに、はい、しかしね、カバーをしっかりしたんで。そしてお次のバッター、佐藤さん、両辺スライダー高いですよ。フォアボール。そしてお次のバッター、ランナー三塁。はい、がむしゃらになっているそうです。はい、こちらスライダーで空振り。スライダーはいいですね、やっぱりね、投げっぷりがいいんでね。はい、こちらもスライダーかな、ストレートか。スライダー見えましたね。はい、ランナー2、3塁。さあ、これはスライダーストライクということで、はい、とここで時間にて試合終了です。今回試合してくださいましたプレジェントさん、本当にありがとうございました。後日、翔平、亮平、投手リレーも公開します。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ
分かるように、はい、デサンタのグローブ欲しいです。デサンタ、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサンタのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。